結晶天群とは、結晶において許される対象操作の集まりが作る、群のこと。ただしこの対象操作には平身操作は含まれない。結晶天群は32種類存在する。一般に天群は、分子対称性など有限サイズを考える場合に、用いられることが多いが、結晶のような無限に続く構造に適用すると、対象操作に制限が加わる。 有限サイズの図形の場合、その回転軸には制限はない。例えば正二重面体の場合は5回回転軸が存在する。しかし結晶のような周期的な構造の場合、許されるのは1回回転軸、2回回転軸、3回回転軸、4回回転軸、6回回転軸に限られ、5回回転軸などは存在し得ないことが分かっている。 このように回転軸を1回、2回、3回、4回、6回に制限して得られた点群を結晶点群と呼ぶ。空間群 G の部分群である、平身群 T は正規部分群であり、将群 G、T は結晶点群と同型となっている。結晶点群は成分の対称性によって表され、結晶学者や鉱物学者、 物理学者などによっていくつかの標準的な記号が使われている。シェーンフリース記号では結晶天群は以下のように添え字付きの文字として表される。D4D と D6D は N が8と12の回 A を含むため実際には存在し得ない。表の27の天群に T、TD、S、O、O を加えて32の天群が構成される。 ヘルマン・モーガン記号の略記号は、結晶天群や空間群で用いられる。ありがとうございます。